加藤清正が築城し、日本三大名城の一つに数えられる熊本城。平成28年、熊本地震で甚大な被害を受けました。熊本城の早期復旧が熊本人みんなの願いです。西出丸、犬居櫓と羊猿櫓を備える天守閣西側の防衛拠点です。西から敵に攻撃されても、ここだけで100日は持ちこたえられると加藤清正が自慢したと伝わります。西出丸は本丸の西側に、まあ、防御用にですね作った陣地なんですけども、慶長7年、1602年ですかね、早い時期にですねこの郭ができます。西出丸の大きさって南北が300メーターぐらいで、東西がですね70メーターほどあるんですよ。で、2つの大きな空堀に挟まれていまして、非常にこう厳重なですね守りもありますけれども、まあ、いざという時は外側に対して防御を図るということではですね、非常に大きな力を発揮したと思います。西出丸の外側に鍵型のですね90度に曲がった堀があります。これが外堀というかですね、この西出丸の外の堀としては幅が60メートルある大変大きな堀です。要するにこの堀が熊本城の中核部分、本丸部分をですね形作る堀になります。で、もう一つ宇土櫓の前にもありますけども、あれは内側の堀ですね。あれも鍵型に曲げてありますけども、要するに2つの鍵型の堀に挟まれたところがこの西出丸だということで、もう本当にですね戦争のための空間として作られた場所だというふうに考えられます。西尾手門はですね、その西出丸のちょうど中間にですね、西に向かって開けていた門なんですよ。熊本城では本丸に入る正式な門、要するに儀式の時はこの西尾手門から入ってきて、法和手門を取って、まあ本丸の中に入っていくという非常に重要な場所になります。櫓門ですので、非常にそこも厳重にですね、まあ守るということをやっていますね。まあ、大きくはですね、南と北の隅にですね、隅櫓というのがありまして、これは石垣から張り出してますので、要するに360度のですね防衛ができるという構造になっています。壁見れば分かりますけども、鉄砲様がですね、ついています。で、西出丸にはですね塀も石垣の上にありますけども、その塀にはですね一軒ごとぐらいにはもう銃眼がついてですね、鉄砲様と言いますけども、まあ、そこからも敵を狙うし、外側にいる敵を狙うし、櫓の中からも敵を狙うと、まあ、非常にこう厳重なですね防御が考えられていたと思います。屋根がですね基本的には二重になってますよね。これ二重櫓ですけども、中はですね3階建てになってまして、まあ、それぞれに、まあ、防御の建物としてですね、まあ、いざという時は兵士が詰めるという構造です。櫓っていうのは名の通り矢を貯めておく蔵というのが語源なんですけども、戦争用の建物ですので、はい、まあ、それ用に別に装飾性はないんですけどね、はい、まあ、燃えにくい壁であり、そして燃えにくい屋根になっていると、そういう構造になっています。まあ、高さ10メーターぐらいやっぱりあるんですけども、非常に長い直線的な石垣ですね。これ直線的な石垣って、まあ、あんまり類例が多くないというかですね、大体こう石垣ってこう、ま、曲げながらこう伸ばしていくんですけども、まあ、そういうことせずに一歩一直線でやっていると、まあ、こうはやっぱ清正流なのかもしれませんけども、高さもあるしですね、でただあんまり反りがありませんね。清正の特徴の反りは持っていないという石垣になります。現在安全確認が終わり、この2つの櫓を間近で見ることができるようになりました。羊猿櫓ですけれども、今建物自体はですね、外観上特段その被害というのは見られませんけれども、特に北に向かってですねつながっている塀の部分と石垣については崩壊してしまっているような状況になります。中についてはですね、まだちょっと詳細な調査を行っておりませんけれども、やはり床のですね傾斜等は少々あるというふうに聞いております。
犬屋倉につきましては北面等のですね石垣が崩壊しまして隅の石垣が残りまして非常に内部の方については傾きといいますか傾斜がやはり同じように出ているというような状況になっております。西丸についてはですね西側の塀ですねあちらの方がですね倒れてしまいましてあと西大手門もですね石垣が下部の方が崩れましてあと元太鼓櫓もですね石垣の崩壊とともに建物自体もですね崩れてしまっているような状況になっております。今建物建造物石垣どちらもなんですけれども建物をどの段階で復旧解体するのかについては検討中でございます。今今年度中に策定予定の熊本城の復旧基本計画といった中でですねそういったものを位置づけしようという形で考えさせていただいております。で西根丸奉行丸についてはですねただ二の丸の広場からのですね観光のお客様等を迎える動線等にもなる可能性がありますのでそのあたりもですね加味した上で検討していこうというふうに考えているところになります。そして現在城内のイチョウが見事な紅葉を見せています。言い伝えとしてはもともと加藤清正のお手植えということで伝わっておりまして加藤神社の境内にありますイチョウと一緒に清正が植えたと言われております。で江戸時代には本丸御殿の供養の間のそばの庭の一角にこのイチョウが実際絵図にも描かれております。西南戦争の直前ですね明治10年1877年に一度火事でこのイチョウの木も燃えておりますので一回消失しましたけれどもそこからのヒコバエといいまして脇から小さな芽が生えましてそれから育ったものが現在のイチョウの木ということなので140年前の芽が今これだけ大きく成長したということになります。現在のこの木の高さが約21メートルあります。で幹の周りが今2つに分かれてますけど片方が 3.5 メートルでもう一つが3メートルの幹周りになります。行部亭の前ちょうど博物館との間の歩道のところに大きなイチョウの木がございますしあと城西園の通り脇のところにもちょうど今美しいイチョウの木を見ることができます。昭和の初め頃の絵はがきがございまして、実はこの場所昭和、終戦まではですね、軍の土地利用があったところで第6師団という建物が建っていた場所にもなるんですがちょうど手前にイチョウの木その奥に第6師団の建物が映り込んだ絵はがきというのがありますのでちょうど消失してから6、70年経った頃のイチョウの木というのが絵はがきに映り込んでいます。イチョウの木にはオスとメスがありまして実はこちらのイチョウの木はオスということで銀杏のその実はならない木ということになってますのでよく籠城に備えて食料を手に入れるためにイチョウを植えたとかいうお話がありますけれども残念ながらこちらで銀杏はなりません。はい、四季折々の風情がある熊本城この季節の移ろいを間近で感じることができるその日まで復旧工事は続きます。